やった草薙さんたちならきっと優勝できるマネージャーになってよかったですずっとこの日を待っていたのだ。私と契約して最強のチームを結成しましょう。ご覧になったのは KOF エリアで起きた非公式試合です。これからオールスターメジャーリーグが始まります。今非公式試合で勝った選手たちにインタビューしています。ちょっとどいてくれ、今忙しいんだよ。待ってください、私は本当に草薙さんたちのマネージャーなんです。ちょっと待って。第4回格闘メジャーリーグ実況ルームへようこそ。私が司会のノアです。ハロー皆さん、私が現場リポーターのアナベルです。エキシビションマッチが昨日終わりましたが、今日からいよいよ公式戦が始まります。はい、きっと大盛り上がりとなるに違いありません。それでは大会ルールについて詳しくご紹介いたします。今大会はサバイバルマッチとトーナメント戦の2段階方式となります。すべてのチームがそれぞれ8つのゾーンに振り分けられ、予選のサバイバルマッチを戦います。各チームの選手たちがゾーン内で次々と対戦、勝ち残った1チームがトーナメント戦進出となります。そしてトーナメント戦に進出した8つのチームでチャンピオンの座を争います。そうです、私はこれから現場の様子をお伝えします。期待してくださいね。よろしくお願いします。では早速ですが、会場の様子をお届けしましょう。やれやれ、ここは本当に広いな。うっかりして迷っちまったか。お二人ともちょっと待ってください。普通の人間はそんなに速く走れないんです。探すのは諦めろ、ダイモンは先に行っちまったかもな。その勢いです。私はマネージャーとして皆さんと一緒に。あ、ちょっと待て、今日あそこに道に迷っている美少女がいるぞ。ちょっとマネージャーの話は最後までちゃんと聞いてください。草薙さん、昨日対戦したばかりなのにまたお手合わせすることになるなんていないですね。おいベニマル、こいつは道に迷ってたわけじゃねえ。やれやれ、一回戦は女の子と戦うのか、こりゃ困ったな。姉様、初めての戦い、私緊張してきた。落ち着いてリムルル、みんなのために頑張りましょう。やれやれ、女の子が頑張っている姿は可愛くていいな。ボディがオルスだぜ。カムイリスケ、どうだ、うっ、それショータイム。ボディがオルスだぜ。カムイリスケ、どうだ、うっ、それおっと、つぁボディがオルスだぜ。くらいやがれ。どうだ、大自然の強気だ、それ No、 大貢献。すごい、私たちのチームは最高です。草薙さん、ベニマルさん、これからも一緒に頑張りましょう。姉様、私やっぱり無理、あのアペカムイの力は強いわ。確かに、しかも強力な払う力を秘めている。払う力、じゃあ姉様、この人たちに頼んだらいいよ。そうかしら、
あの、草薙さん、どうしてこの大会に参加したのですか？理由なんかね、ただ俺が一番強いって見せつけたいんだ。素直ですね。では一つお願いしてもいいですか？喜んで。俺は紳士として女の子をがっかりさせない主義だからさ。うん、じゃあチャンピオンになるように頑張って。それだけ？はい、実はあなたたちに伝説の秘宝を守ってほしいのです。秘宝って？え、もしかしてチャンピオンの特別商品のことですか？ウィナー。今日ナコロルちゃんが言う秘宝は本当に災いを招くと思うのか？どうでもいい。つーかお前急に真面目になったな。そりゃそうだろ。もし秘宝を手に入れればあの子たちとデートする理由もできるしな。何？今更何を言っておる。ダイモンさんを探すためにとても苦労したんです。ですからここは私の顔を立てて。そう、ベニマン、一番待ち合わせ場所でお主らを5時間も待ったのだぞ。ゴロウちゃん、ここにいたのか。探したぜ。これで KOF 三人衆が集結したな。悪いけど今は画廊三人衆というのが正しい。ゴロウちゃん、こんな奴らと組むなんて嘘だよな。何？てめえ、最強ムエタイシャンプこと城東伝説聞いたことねえか？聞いたことないな。それに、なんだよ、俺ほどの美貌を持ってないくせにでかい口叩くんじゃねえ。ふざけんな、うぬぼりやがって。は？あんた喧嘩売ってんのかよ。一人前のマネージャーになるにはもっと頑張らなきゃな。ダイモン、一緒に優勝を勝ち取ろうぜ。あのさ、実力でダイモンを説得してみたら？いいぜ、お前の拳がどれほどのものか見せてもらおう。2対3ですか？ちょっと不利ですね。私が戦術を。ツアー、ロビーがオルスだぜ。スッシュ、シューロッパー、奇想剣、支援技エネルギー準備完了です。このスマートブレスレットは格闘家が戦いの際に放つエネルギーを集めることができます。スマートブレスレットにエネルギーが溜まればチップ支援システムを起動し支援技を放つことができるんです。エビーがオルスだぜ。イザナギ、奇想剣、大光剣。悪いが優勝するのは俺たち3人だ。よし、ゴロちゃんお帰り。これでチャンピオンの座は俺たちのものだ。そもそもお主らが遅れたから私はアンディ殿と組むことになったのだ。すまない、初めての時空列車だからちょっと。お気になさらないでください。一緒に戦えて嬉しかったよ。テリーが帰ってきたらまた勝負しようぜ。ああ、その時は本当のガローチームの力見せてもらうぜ。約束だぜ。ダイモン、ベニマル、そろそろ行こう。サバイバルマッチはまだまだ長いからな。ああ、いつも通り3人で頑張ろう。いや、お主らが遅れた理由まだ説明。まあ、とにかく俺は途中でナンパなんかしてないぜ。俺も寝坊なんかしてねえさ。事実と証明できます。どうして試合の後に草薙強チームへ移籍を申し出ましたか？私は
男同士の約束を守らなければならぬのだ。ダイモン選手のチーム移籍が承認されました。ウィナー、皆さんがこの新しい環境になれるまでマネージャーである私の指示通りに行動してくださいね。チームから勝手に離れると迷子になっちゃいますよ。次の試合に備えるために少し休憩してメンバーを増やしましょう。私はカリスママネージャーとしてダイモンさんと契約するチャンスを絶対逃しません。新しい修行場、楽しみだ。8の真ん中まであと1試合だよな。そのはずです。しかしこの試合は観客が多いですね。皆さんありがとうございます。すごい人気だな。俺もサインが欲しい。あまり近づかない方がいいぜ。アテナファンに殺される。あ、アテナちゃん、俺も大ファンだ。サインしてください。あれ、ベニマルさん、この試合の対戦相手ですよね。どうも、ワイは最強超能力美少女兼人気青春派アイドル、アテナを守るナイト、シーケンスやで。くそ、あいつのどこがかっこいいんだよ。おい、気をつけろ、生中継だぞ。おっと、アテナちゃん、これは失礼。いえ、大丈夫です。でもファンの期待に応えるため私は全力で戦います。だから新郎氏、どうぞよろしくお願いいたします。のう、わしの弟子に指導をしてくれんかのう。ん、怪我をしているようですが。大丈夫じゃ。試合の目的は勝負をつけること、命までかけることではない。ほーら、ボディがオルスだぜ。ようない、ようない、ほんとな。イサナギ、ダメだ、ボディがオルスだぜ。ほんとな、ノー、大貢献。お師匠様、どうして怪我をしているのをもっと早く私とケンスーに教えてくれなかったんですか。まあ、勝敗は陛下の常じゃ。お主らの成長を見てわしは満足じゃ。弟子二人を世話してた爺さんもなかなか大変だな。お師匠さん、一体誰にやられたんや。よくは分からんが、腕のあるものじゃ。たくまたルガールか。そんなはずないでしょ。やつではないと思う。じゃがわしら三人を阻止しようとする者は確かにいるようじゃ。こんなの許せません。キョウさん、私は決勝まで行きたいです。だから協力させてください。どこ、アテナ一人を危険な目には合わせられへん。ケンスーはここでお師匠様の面倒を見ていて。キョウさんたちがいるから私は大丈夫。そう、安心しろ、必ずアテナちゃんを守るから。お師匠さん、安心してください。カリスママネージャーの私もいますから絶対優勝できますよ。
それがよい。行け、アテナ。気をつけるんじゃぞ。はい、キョウさん。チームの援護は私に任せてください。はい、とは言っていないが、断る余地もねえな。ま、これでチームの力は強まったぜ。とりあえず、優勝を目指して進もう。うん、ウィナー。まさかサバイバルマッチ前半にこんなに強いやつが出てくるとはな。ま、俺にとっちゃウォーミングアップってとこだが。しかし、アテナちゃんのようなアイドルも参戦するなんて思わなかったな。今回の試合には政界、財界、さらに軍まで絡んでると聞いています。ますます面白くなってきたじゃねえか。キョウ、気をつけろ。強い気配が近づいておるぞ。注意、確認お願いします。確認完了。間違いない。任務遂行します。おい、ちょっと待て、いきなり対戦かよ。傭兵か、いいぜ。気に入った。強気な女の子はちょっと苦手だな、俺は。てめえら、軍人の威厳に挑むならそれなりの覚悟が必要だぜ。ツアー、ボディがオルスだぜ。ツアー、おやれ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 。おっと、うん、無理よ。でやっ、おりゃお、おりゃー、おりゃー、おりゃー、やっばれーボム。ムンハツアー、うボディがオルスだぜ。ふん、無理よ。おりゃ、さよなら。むん、大貢献。ボディがオルスだぜ。くらいやがれ。そう、任務中止、撤退よ。まあ、今回は俺たちの負けだ。どうやらお前たちには何か目的があるようだな。え、傭兵さん、私たち機密情報を探ろうなんて思ってません。この大会、それにこのバトルシティはそう簡単ではないことだけは覚えておきな。そうか、ありがとう。じゃあな。教官、了解しました。秘宝については何とかします。ウィナー。草薙さん、怒りチームの任務って一体何だと思いますか？そんな無駄話をする時間があるんなら試合のことに集中してはどうだ。はい。ねえ、あんたたち、アンディを見なかった？おっと、これはこれは前、アンディ殿か。この前わしとジョー殿と一緒にチームを組んだが。なんですって？私またアンディに置いてかれちゃったの？じゃあ彼は今どこにいる？もう退場したのだ。なんですって？アンディに怪我をさせるなんて許さない。おっと、シラヌイさん、そんなに怒るとシワが増えちゃいますよ。お久しぶりね、草薙。カグラ、やっぱあんたか。俺と…そうです、あなたとヤガミは戦…できねえ。ダメだ、させねえ。今回のヤツとの戦いは誰にも邪魔させねえ。どうやら口だけでは説得できないようですね。では、いいぜ、まずあんたを倒してやる。そしてヤガミを。すまぬ、マイドだ。本当に知らなかったのだ。もういいわ。あなたのどこが私より優れてるのか見せてちょうだい。知らない流正統、知らない舞、参ります。ふっ、ツアー、
ほら、ボディがオルスだぜ。レノムストライク必殺3つ超必殺ダメダメシノー、大貢献イサナギ。まだまだほらボディがオルスだぜ。ボディがオルスだぜ。くらいやがれ。勝負あり。バイ殿、嫌よ。男ってみんな嘘つき。認めたくないが、キングさんの蹴り技、男より強い。うわ、この人たちに巻き込まれたら大変だ。草薙、私たちの負けです。あんたもしつこいな。いいですか草薙、もし今までの KOF のように恨んだから面白いんじゃねえか。とにかく俺は八神と決着をつけるぜ。やはり皆さんには保険をもう一つかけた方が良さそうです。まあ本当に三種の神器の力が必要になった時は俺を呼んでもいいぜ。ありがとう草薙。Winner!